ファイアスターターはスティーブン・キングが1980年9月に発表した小説。炎の少女、チャーリーとして映画化されている。日本語訳は深町マリコの翻訳で1982年9月に身長文庫より上下巻で発売された。アンディとビッキーは大学在学中にロットシックスと呼ばれる新薬の秘験のアルバイトに参加して知り合った。 その新役は、アンディには、相手の精神に働きかけて、彼の言葉を自発的な思いつきとしてすり込む、催眠術を、ビッキーには、弱い念力を、そして、アンディとビッキー双方で通じる弱いテレパシーを、発言させた。二人の超能力はごく弱いもので、アンディの場合は何回も、押していると、片頭痛を引き起こし、ビッキーの場合は、 隣の部屋でつきっぱなしのテレビの電源スイッチを切るくらいはできるが、うまくいかないこともたびたびある程度だった。アンディとビッキーは結婚し、チャーリーが生まれた。チャーリーは二人と違い、何の制約もなくパイロキネシスを使うことができた。二人は、チャーリーにトイレットトレーニングと同じように、人前でりに自分の超能力を披露しないように、しつけることに成功した。一家は、店と呼ばれる。 政府情報機関の下部組織の監視下で平和な日常を送っていた。ある日、組織の監視員の勘違いからアンディとチャーリーが逃亡を図ったと判断され、ビッキーが拷問の末に殺害される。チャーリーとアンディは本当に逃亡を始めた。逃亡の途中、アーブ・マンダーズという農夫の車に乗せてもらった縁で二人はマンダーズ農場にかくまってもらい親切にされる。心を許した。 アンリもマンダーズに真実を話した。やがて、店が、マンダーズ農場の屋敷を訪れる。アーブは、店に逆らうが、店が、実力行使に出ようとした時に、チャーリーの能力が暴走し、屋敷は燃え上がってしまう。店の退却をよそに、チャーリーは、自分の行為の恐ろしさを感じて、もう二度と、力は使わないと決心するが、アーブはそれを否定して、絶対できないという人間に、 やるべき義務を負わせることが神様は何よりも好きだから精一杯力を尽くすのだと悟す。しかしマンダーズ農場の一件から店はチャーリーの能力に注目した。店のキャップホリスターはレインバードを呼び出し親子の捕獲を命じた。隠れ家の別荘を奇襲された親子は捕まってしまい店の本部にて難禁生活を送ることになる。その結果アンディは 当役によって平らで、無気力な状態に陥り、チャーリーは心を閉ざしてしまう。1984年、ドリュー・バリモアの主演で映画化。放題は、炎の少女、チャーリー。ありがとうございます。